本日の MVP テムジン選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めての新潟でしたけどいかがでしたか。そうですね、みんな楽しそうでしたね。とりあえず、まあ、まずはあとは意外と盛り上がってましたね。そうですね、今日急遽ボブさん選手の弦が切れるハプニングを素晴らしいソロでカバーリングしてましたけども、あれですやってやると思ってました。いや要は日本代表のキャプテン長谷部が不在になった時のことをちょっと頭にイメージして、いやその時はやっぱり先陣切ってるフォワードの僕がなんとかしなとちょっと思ったんですね。素晴らしいですね。今日は初めてのワイヤレスっていうかピンマイクでのプレーでしたけど、その辺の心地よさというかどうでしたか。そうですね、思ったよりも邪魔、いや違ういやでもあれですよ、すごいフリーダムな気持ちになるって、まあ動きもそうですけど、やっぱりいつもマイクが立ってそこにも向かって一心不乱で吹いてますけど、やっぱりいろいろ見えましたね、外側っていうか、なるほど。じゃあ今後もより豊かな動きが期待できるということで。そうですね、でも線との戦い、何ですか、出てるやつ、あ、コードですね、あれとのちょっと戦いになりそうですね。これから先ちょっといろいろ考えてやっていこうかなと。まあツアー続きますので期待します。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。